みなさん、こんにちは。しおりちゃんのりみです。はい、今回はりみちゃんが朝起きたら目がね、ボーンと腫れてたので、でね、もう今夕方じゃない、もう7時なんですけど、まだちょっと腫れてるんだよね。でもだいぶ収まってきた。うん、でね、目がね、すごく腫れてて、でね、最初なんかまたゴミとかが入って物もらいみたいになっちゃったかなと思ったんだけど、でもなんかよく考えたら、なんかほっぺと顎の下、顎の下どこ、もうだいぶ消えかけた、その辺、その辺のね、ここ見えない。でみ、なんか赤くお化粧したみたい。そこもポツってなってるから、もしかしたらね、蚊に刺されたんじゃないかなと思って、あとね、足、あ、そうそうそう、足のちょうどそのね、ちょっと失礼します。大丈夫？スカートじゃなくてよかった。うん、ちょっと足首のところも、どこだよ、ここ見えない。あ、見えたかも。すごいか。でね、こんな感じで何か所か痛がゆいところが見つかったの で、確かこの前蚊がね、いたんだよね、確かにね。だから多分蚊に刺されたんじゃないかなと思われるんですよ、りみさん。で、一応目薬とかね、刺して学校に行ったんだけど、帰ってきてもね、シュートする目薬、だから多分蚊だと思う。だから多分時間が経ってばまた目薬した、治ると思うんだよね、うん。でも両目ってすごいよね。ちょっと前髪上げてみて。両目腫れるってすごくない？ね、ちょっとさ、両目さ、蚊に刺されるってさ、すごくない？すごいね。すごいよね、うん。これは記念だよね、あのさ、あのさ、さっきつけてたさ、なんかここにつけてたカチューシャ、カチューシャ閉まっちゃった。あれで前髪こうやってしようと思ったね。視聴者さんからお借りします、こうしてね、お借りしますじゃなくていただいたんでしょ。前髪をかばってあげてみよう。そう、お、いいじゃん。どう、うん、こんな感じでお目目がやばいようにね、なってんだよね。でもだいぶ治ってきたんだよ、これで。朝もほんとすごかったよね、もう。ちょっとこう、閲覧注意レベルが。こうなってたんでしょ？そう、もっとこうなってたでしょ？びっくりしたもん。あれ、昨日大泣きしたっけとか思って。大泣きしてない。ちょっと泣いた時もあったけど、こんなに腫れるぐらい泣いてないもんね、寝る前とかね。なのでね、明日になればまたちょっと良くなってるはず。目が痒い時こうするようになった。しない。はい、じゃあね、こんな動画になってしまいましたけど、はい、2個目を刺されるっていうことは多分ほとんどないことなので。おいしい。おいしいですか。なので一応ね、思い出として撮影してみました。りみちゃんに美味しいといただきました、しほちゃん。はい、目蚊に刺されて腫れて美味しいんだって。え、何が美味しいの？え、その美味しいじゃないの。あ、りみが美味しいってことね。あ、蚊がりみちゃんの血が美味しいってこと。なるほど、そういうことね。見て、食べてた。すごい赤い、りみ、赤くメイクしたみたいでしょ。そう、今日学校でも言われたでしょ。2人ぐらい。りみちゃん目赤いよって、なんて答えたの？なぜか腫れちゃったのなぜか腫れちゃったのって、まあ確かにね、ハテナハテナ。
はい、じゃあね、ちょっとこのまま治ればいいけどね、ちょっと治んなかったら眼科にね、行きましょう。はい、はい、じゃあ、良くなることを祈って。はい、はい、それでは、See you next time! パコン！パコン！はい、リム様。暑いね、今日も。今日は運動会の振り替え休日なんですけど、ね、午前中はね、お友達の家に遊びにしほちゃんと一緒に行って、今日は午後からは宿題をやり、眼科に来ました。はい、リミちゃんはね、学校からなんか視力検査がね、すごい悪かったんだよね、結果が。でなんか左の目が特にね、もう 1.0 ないらしいの。しかも左だけが。だからね、ちょっとその辺をね、あの検査してきてくださいっていうことでね、学校からプリントをいただいてしまったのです。はい、なのでちょっとね、見てもらいましょう。もしかしたら視力がめっちゃ低下してんのかもしれない。ね。心配だね。だからちょっとガムいじってないで。ガムいいから。ね、ガムブラックブラックって言ったのね。眠気を覚ますガムなの。パパ眠くなっちゃったりするからね。このガムを食べて眠気を覚ます。暑いね。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。エアコンを入れないともう本当暑くてやばいので、ちょっとうるさくてすみません。はい、眼科終わりました。リミちゃんね、右はね 1.2 にあるんだけど、左が 0.8 で若干の近視です。何を近視？何を近視？遠くが見えないんだって、リミちゃん。鍵めっちゃ暑い。うん、暑いの触ったら。で、今のところ先生はね、今年中はメガネしなくても大丈夫だけど、来年は分かりませんってことでした。これ以上悪化しちゃうと、ほんとメガネだね。やっぱこうスマホを見る距離感、パパにもよくリミは注意されるんだよね、近すぎるってね。だからちょっと意識して、ね、気をつけよう。で、黒板とか見にくかったりしたらすぐ読んだよ。分かった？ね。でもよかった、ママもすぐメガネとか言われちゃうかなと思ったけど。聞いてますか？聞いてますか？聞いてますか？スマホはダメですよ。しばらく。さっきまでずっと見てたんだから、ちょっと目を休めてください。ね。ちょっとリミもドキッとした？ドキッとした？ね、やばいと思った。目悪くなっちゃったと思った。ね、だよね。さ、じゃあ帰りましょう。ね、とりあえずあの書いてもらったので学校に提出して、一応今回は大丈夫でしたってことだね。はい、帰りましょう。お疲れ様でした。